こんばんは、こんにちは。よしこでございます。今日はですね、洋梨が、まあ、スーパーであったので、洋梨のコンポートを作っていきたいなと思います。作る時のコンポートのやり方、まあ、ちょっと見栄え意識で、丸ごとじゃないですけど、2分の1。なので、半分カットで炊いていこうかなと思います。で、コンポートって、まあ、煮る料理っていうか、まあ、煮るんですけれどもね。それをね、煮る時に砂糖とか使うと思うんですけれども、そういうのは使わずに、もう簡単にやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、いくぞ。まず洋梨ですね。それとこれ、甘みを出すのに砂糖じゃなくてパルスイート、まあこれもね、ほぼ砂糖みたいなもんなんですけど、砂糖と決定的に違うところは糖類ゼロって書いてるんで、はい、糖質ではないんですね。その代わり甘みちゃんとあるっていうやつです。こういうのがあるとほんまに便利ですね。人工甘味料っていうやつですね。で、ポッカレモンではやっていきます。はい、ではまず洋梨をね、そのまま真っ二つにしていこうかなと思うんですけれども、1個は、よいしょ、1個はヘタ付きで、1個はまあそういうのなしで普通にスパッと切りました。次はですね、この中の種とかの部分ですね。で、結構洋梨って硬いんですよね。なので、まあ、スプーンでくり抜くか、もう包丁でそのままガッと取ってしまうかですね。ここまでいけたらちょっと切れ目入れてスプーンでくり抜く。こっちはね、下の方があるんで、こういうのはね、もう取っときます。斜めに入れ込んで、あ、結構深いな、これ。よいしょ。まあ、こんな感じで取ってもらえればいいかなと思います。で、次は皮を剥いていきます。ピーラー使ってもいいし、もう包丁でこそぎ取るだけでもいいし。まあ、こんな感じで適当に皮を剥いて、でもう片方もこっちの方はね、もう見栄えのために残しますけど、皮はしっかりと剥いていきましょう。いい感じです。じゃあこれを炊いていきましょうか。ちなみに炊くときなんですけど、こうやって塊でやるとちょっと時間かかるんで、もし時間短縮したい場合はもうそのままもうこの時点でスライスして入れていた方がいいかなと思います。そっちの方が熱がね、おそらく通るでしょう。はぁ、水を 500ml ザーッと入れといて、で、火にかけときます。粉のパラシート、ラカントの粉とかでもいけると思います。で、これを小さじ1の2の3、よいしょ、とりあえず小さじ3杯、あとはポッカレモン大さじ1杯ほど、もうこの時点で入れちゃいます。まあ、あとは適当に軽く混ぜといてください。ではね、これの中に洋梨を入れておきましょうか。まず最初はちょっと強火にして温度を上げておきます。アクとか出てくるんですけれどもね、取ってもいいですけど、僕はめんどくさいでしない。まあ、これも栄養だと思ってる方なんで、ごぼうとかも僕はやらないですよ。まあ、僕の勝手なあれなんですけれどね、なんか取らない方が栄養価高いんちゃうかなと思ってるだけなんです。で、沸騰してきたので弱火にしたら、これ紙の落とし蓋、キッチンペーパーで真ん中に適当に2つ切れ目入れてます。これを入れて、で、弱火のまま40分かそこらあたり炊いておけばいいかなと思ってます。そのままタイムスリップするんですけれども、この液体がね、あまりにも少なくなってくるとちょっとずつ足しますので、まあそれはね、加減を見ながらほんのちょっとずつ足してください。ではタイムスリップ、はい、40分くらい経ったので、もうそろそろいいかなと思います。まあ、火を消してこのまま常温放置して冷ましておきます。はあ、では冷めたので、お好みに乗せて切って盛り付けていきたいと思います。
はい、では食べていきます。はい、ではお上がりなさい。いただきます。ではどんなもんかな。めっちゃ染みてる。染みコーン、めちゃくちゃ美味しい。コンポート、マジでコンポート。うん、粉パルクンでもいけますね。砂糖とかグラニュー糖とかじゃなくてね。うん、パルスイートでこんな甘さ出るとは。あっさり甘い感じがしてめちゃくちゃ美味しいです。カッコつけて切るときに上の方くっつけてるんですよ。実際くっつけなくていいですからね普通に切ってもらって。これはインスタ映え狙い。うまいな、これ。普通に水で炊いただけでもうまいんちゃうか。上品に食うのやめた。こんなもん、こんなもん、2つ1分。こんなもん、てか髪の毛伸びたかなこんなもん落としたし、こんなもん、こいつほんま、うん、こんなもん。うまかった、ごちそうさま。はい、お疲れ様です。これ、シロップ取っときました。またなんかにね、例えば紅茶に入れるとかして使えるのかなと。このシロップは何か使い道できそうなんで取っておいてます。ということで、洋梨のコンポートはめちゃくちゃ美味しかったです。もうこの季節やっぱり梨ですね。言うことないんで、もうあの美味しさはぜひぜひ作ってください。で、めちゃくちゃあっさりしてます。糖質はほとんど砂糖とかでは炊いてないので、でバニラエッセンスとかも入れたかったんですけど、まあ入れなくていいかと思って色落ちだけ避けるようにレモン入れたらいいかなって。まあ2日3日ぐらい保存できるんじゃないかなと思って、それの間に色落ちとかして、まあ変色しないようにレモン入れてもらっていいかなと思いますので。ということで、次回お会いしましょう。バイバイ。